はい、最近、水槽がどんどん増殖しちゃいまして、20センチキューブ水槽がいつの間に3つになっちゃいました。で、こちらにあるのが、スカーレットジェムと呼ばれている、バリスバリスの仲間だとかなんとか書いてあったけど、なんのこっちゃらよくわかんないけど、かわいいお魚さんの、ね。かわいいお魚さんの水槽です。これは石巻貝です。下にあるのは汚れたヘサ類です。植物性の餌なんだけど、このスカーレットジェムちゃんたちはこれを食べるわけではなく、後ろの方に今隠れちゃってるけど、オトシンクルスというポピュラーなナマズくんたちのために与えてるんだけども、食べてんのかわからないです。でもとりあえず長生きしてます。お腹ペコペコで死ぬとかいう話を聞いたことあるけど、うちのは3匹飼って全部ちゃんと生きてます。ここにいるのは、なんだっけ？ゴールデンドワーフ、ゴール、ん？ゴールデンハニードワーフグラミーか。の赤ちゃん。赤ちゃんっていうか、ちょっと成長したんだけど、ペットショップで買った3匹のグラミーちゃんが卵を産み、どの組み合わせかはわかんないけども、うち1匹死んじゃったんだけれども、その子孫として生まれてきた5、6匹、もうちょっと数も覚えてないんだけど、のグラミーちゃんたちです。で、大きくなってきてます。1匹キケージがいて、口がちっちゃくて、結局多分うまく餌を食べれなくて死んじゃった子がいたんだけども、その子も割と元気に泳いでたんで、もしその子がちゃんと生きてたら面白かったなぁと思ってます。こんな感じ。なんか水草が鬱蒼としてるけど、多分こんな感じが彼らにとっては楽しいんじゃないかな。勝手な想像です。で、もう一個が、クーリーローチ。クーリーローチっていうなんか細長いお魚さんたちの水槽です。最近立ち上げたばっかりで、砂の濁りがまだいっぱいあって水が汚いんだけれども、この細かい粒子の砂が好きそうなので、あえてこの1個水槽用意してあげて、別にしてあげました。で、温度は、25度とか24度ぐらいがいいんじゃないのかなと。普通は26度ぐらいなんだけど、低めの方がいいということなんで、ちょっと、命を試すのもあれなんで、とりあえず言われた通り、温度下げて、飼ってます。なんだかんだ夏とか28度とか9度になっちゃうから、ちょっと心配です。ずっと多分、ファンクーラーをつけまくんないといけないな。なら、今年の夏も多分、耳栓して寝ないといけないことになるという、大変なことになる。大変な時期だと思うけど、時期になると思うけど。こっちはネオンテトラ。今まであった大きい水槽です。ネオンテトラと2匹のグラミーちゃん、親のグラミーちゃんね、がいるんだけど、最近グラミーちゃんが表に出てきてくれません。このグラミーちゃんが50匹ぐらい卵を産んだんだけど、50匹分ぐらい卵を産んだんだけど、そのうちの5、6匹